皆さんご無沙汰してます。サイバネティクスです。お元気でしょうか。オリンピックもね始まって、暑い日が続いてますけど、熱中症とかねならないように皆さん注意して、お互いね注意して健康にはしたいなと思っている日々でございます。はい。でですね、去年にね iMac を買い替えて、で制作環境はね新しくなったんですけど、デスク周りをねちょっと新調したいなと、今年の頭ぐらいからかなと考えてて、でいろいろねデスクを見ていたんですけど、製品をですね、なかなか自分のこうスペースにこうジャストサイズでっていうのがなかなかなくて、まあね既製品なんでどうしても難しいところはあるんですけど、でいろいろね調べてたら、やっぱね皆さんテレワークが増えて、ご自宅でねお仕事をされる方が多くて、でそういう方たちがね自分のそのワークスペースを、快適にするために自分で DIY をして、デスクとか家具を、作ってらっしゃるっていう方がすごく多かったこの1年みたい で、まあ、YouTube とかでもねそうなんですけどブログとかでもね結構こんなの作りましたとかっていうのを載せてる方が多くてなのでちょっとねそういうのを見て参考にもさせてもらいながら、自分で作ってみようかなと思って、作ってみました。昨日作りました。昨日もろもろパーツが届いたので、でまあ、DTM のための DIY って、まあ、それはもう自分がそうなんで、その通りなんですけど、 DTM 用に何か特別こうギミックを施したとかそういうことは一切ないです。単純に割とこう広いデスクが欲しかったっていうところだったので、今回ちょっとまあ作って内容というかねを、ご紹介して、今後ね自分で DIY でデスク作ってみたいなという方が、このチャンネルね見てくださってる方の中でいらっしゃるのであれば、そういうのを考える一つきっかけの動画になればなと思っています。はい。で、もうね、これが全てです。これが全容です。ワイド1800の、奥行きが750の、デスクにしました。材質はね、ラバーウッドっていうゴムの木。皆さん、あんまり馴染みがない素材だとは思うんですけど、意外とね、家具とかでも使われてます。割と硬めの木で、これねムークは多分ないのかな、ラバウッド。もう ほぼというかもう修正材しか私は見たことないんですけど、修正材っていうね端材をこう集めて、それを接着剤でギューッとこう圧縮して固めて作ったものが修正材っていうんですけど、まあラバウッド以外にもね他の木でも修正材ってあるんですけど、今回ラバーウッドを選んだのはもう単純にコストが安いっていうところと、あとは硬さが適度にあるっていうところで、ラバーウッドを選びました。はい。修正材の中ではねラバーウッド本当に安い方だと思います。あとは木目の感じとかね、その辺がまあ好みが分かれるところかなと思いますけど、修正材はねアカシアの木以外はそんなにめちゃくちゃ差が出る感じではないかなと思っています。はい。で、上にですね、
この図の上に、配線孔、15ミリであるんですけど、これは、この天板を、注文した、マルトクショップっていうところがあるんですけど、そこに、お願いして、これここだけ、ちょっと切り抜いてくださいということで、加工をお願いしました。これね、自分でノコギリでギコギコやってもよかったんでしょうけど、やっぱり素人がやるとね、なかなか綺麗にはならないだろうなというところで、本当に寸分の狂いもなく綺麗に注文した寸法通りに出来上がっていたので、まあさすがプロの人たちだなというふうに届いて開けてみて感心した次第でございます。はい、厚さはね30にしています。これやっぱり重量物、パソコンだったりとかシンセサイザーだったりとかモニタースピーカーだったりを載せるので、たわみが、まあたわみを少なくするために30ミリにしています。あんまりね、重たいものを載せない、ノート PC とまあちっちゃめのその DTM 用の鍵盤とかを置くぐらいであれば、まあ25ミリとかでもいいのかなと思います。はい、あとまあ足をどこにつけるかっていうところもたわみの部分ではあるんですけど、はい、で塗装はね、ワトコオイルってやつを使いました。オイル塗料っていうことになるのかな。塗料って言っても上に塗るっていうよりはどちらかというと木材に染み込ませるタイプの塗料になります。なので普通のね、ペンキとかだとその塗ったものの上にこう被膜というかができるので、下地がもう見えなくなっちゃうんですけど、木目を見せたいとか、あとは素人でもね、私も素人なのであんまりその塗りムラがなく綺麗に塗りたいとかっていう時は、このオイル塗装はがいいんじゃないかなと思います。塗りムラはほとんど私が塗っても、ね、なかったです。裏面だけ、一度塗りで、表面、上面ですねだけ、一回、塗る前に、400番の、サンドペーパーで、削って、でその後に一度目を塗って、で、一回拭いて、でちょっと時間を置いて、でその後に、2度目を塗りつつ、耐水ペーパーの、またここも400番なんですけど、400番で、ウェット研磨っていうのをやりました。初めてやりましたよ、ウェット研磨っていうのは。まあオイルで濡れた状態で、研磨をしていくっていうやり方なんですけど、それをやることで、木のね、隙間にその削った粉とオイルが、入っていって、まあ、天板の手触りを良くする。あとは、まあ表のね密度が上がっていくので、まあ、耐水性がちょっと上がったりとかいう、そういう効果があるみたいです。耐水性とかね、すべすべサラサラをこう求めていくんであれば、この、ウェット研磨を、2度3度4度どんどん重ねていく方がいいみたいなんですけど、まあやればやるほどね、やっぱり色が染み込んでいって濃ゆくなっていくので、そこは色の好みとかとのこうご自身のバランスの兼ね合いかなと思います。はい、でね、足です。足はね、Amazon で買いました。 Amazon 多いですね、私ね最近ね。AIS っていうところの、TBK665STBK というのを買いました。これね安かったです。私が買った時は6000いくらとかだったかな。うん、で
ブラックモデル以外にもなんかホワイトモデルもあるのかな。私は黒が良かったので黒にしたんですけど、あの白がいいっていう方はあの白もあるみたいです。でこの足をねつけるのに村越っていうところのね、あの鬼目ナット E タイプっていうのを買いました。買って、天板に穴を開けて埋め込んでいます。でこの鬼目ナットってねあんまり聞き慣れないかなと思うんですけど、要は、ネジの受けになります。なので、例えばもう足をね二度と外さない、もうこの作った机を捨てるまで二度と外さないとか、そういう方は別にこの鬼目ナットあの事前に入れなくても、もう足を木ネジで固定してしまっても、大丈夫だと思います。この引っ越しとかをする予定がある方とか、あのレイアウト変更を家の中でしてちょっとあの他の例えば1階から2階に持っていきたいとか2階から1階に持っていきたいとかそういうのがあったりして、その時に足を外さないとどうしても運べないとかっていうのがあると思うんですけど、そういう可能性がある方は、絶対鬼目ナットを入れる必要があります。っていうのがあの木ネジっていうのは1回外してしまうともうそこに止められないんですね。あのもうあのテンションがかからないので、なので、まあ鬼目ナットはね極力入れておいた方がいいかなと思うんですけど、これあのドリルがいるんですね、あの穴を開ける。なのでまあドリルをねお持ちの方はいいんでしょうけど、持ってない方が大半だと思うので、うちはねたまたまあったんですけど、なのでまあドリルを買うか、そんなに高いのじゃなくていいと思います。あのもうこれからねバシバシDIY していくぞっていう方はね、あのちょっといいのかってもいいのかなと思うんですけど、まあこれ作ったら多分しばらくしねえだろうなっていう感じの方が大半だと思うので、そういう方はねあの近くにねホームセンターがあれば、ホームセンターでレンタルとかもしてるとこあるみたいなんですよ。なのでホームセンターに相談してもいいのかなと思いますし、あとはそういうところがないっていう方は、あのこの天板を注文したマルトショップの方で鬼目ナット用の穴開けだったりとか鬼目ナットを埋め込んでくれるところまであの対応してくださるみたいです。私もいろいろ相談してる中で、そういう情報を聞いたんですけど、なんであの気軽にねあの相談乗っていただけたので、あのもしそういう工具とかがなくてあの不安だなっていう方は、あのマルトショップの方の、担当者の方にあの相談してみてもいいのかなと思います、はい。で足の、高さは、670で、これアジャスターを含んで670です。アジャスターは、一番ミニマムにしているので、もうちょっと調整すればもう少し上がるな、あと10ミリぐらいは上がるのかなと思います、はい。で天板が、30なので、外面の外面面が、ちょうど700になっています。足長い人はねちょっともしかしたら高さが足りないなっていう方がいらっしゃるかもしれないです、はい。で足の位置はね端端にするとワイドが1800あるので、あの絶対たわむ、どう計算してもたわむのを分かっていたので、なんでちょっとあの内側に引っ込めました。これはちょっといろいろ荷重計算とかをした上で、まあだいたいここぐらいだったら大丈夫じゃないかなっていう安全牌を取って、サイドねあの370ずつ開けています、はい。あとはねあのケーブルマネージャーを今回つけようと思ってて、いろいろ見てたんですけど、高くてですね、ケーブルマネージャーが意外とね3000、4000、5000とかね平気でするんですよ。で2つぐらいつけたかったので、またそれ買うと結構な金額になるなと思って、でまあホームセンターとか100均とかでいろいろなんか代用できるものとか自分で作れるものとかないのかなと思って見てたらですね、
セリア の, あのキッチンコーナーにスライドワイヤーシンクラックっていうあのものがありまして、でこれはもう見た瞬間にあこれ間違いなくケーブルマネージャーとして使えると思って、買いました。2つ買いました。で、固定はですね、これもあのセリアなんですけど、あのランプフックっていうね、あのクエスチョンマークみたいなあのフックがあると思うんですけど、あれにしています。はい、なのでケーブルマネージャーにかかったお金は300円ですね。安かったですね。あとはあの右側にもともと持ってたエレコムの電源タップを、これはもう取り外ししなくても大丈夫だなと思ったので木ネジでつけています。はい、大体こんな感じですね。なのでまあ一番大変なのはおそらく鬼目ナットを取り付けるための穴開けが一番大変で、一番こう時間がかかって手間がかかるのはワトコイルの塗装でした、私の場合は。でワトコイルがね、あの匂いがきつくて、あの私はあんまり好きな匂いじゃなかったんで余計そうなんですけど、具合が悪くまでなるまではないんですけどね、あの換気は十分にしてやられた方がいいかなと思います。はい、じゃあね、あのこの後ちょっと感染費を見ていただきたいと思います。はい、これが完成品になります。色味はね、あのだいたいカメラと現物、カメラで写ってるのと現物あんまり変わりないかなと思います。はい、ちょっと上から見た感じですね。 EX5S がちょっとドーンと大きいですね。はい、前のデスクよりね、iMac の画面の位置がちょっと低くなったので見やすくなったかなと思っています。はい、でこれがあの天板のねアップなんですけど、ラバーウッドに、ワトコーエルの、ダークウォールナットを、2度塗りしたら大体こんな感じかなというところで、参考にされてください。色味はねもう本当に人の好みなので、1回でもいいよっていう方もいれば2回、3回、4回、5回っていう方もいらっしゃると思います。はい、はい、でセリアのね、あの300円しかかかっていないケーブルマネージャーが大活躍してくれているおかげで、足元にケーブルがない状態になっています。唯一ね、ペダルの配線だけが来ていますけど、足元はもうこれだけになっています。本当にセリアのキッチンコーナーに行ってよかったなと思っています。はい、はい、真ん中よりちょっとね右に映ってるのが、エレコムの OA タップになってます。左側の奥にちょっと映ってるのがそのセリアの、なんちゃってケーブルマネージャーになります。はい、ね、まあ DTM に限らずですけど、素材何にするとか色どうするとか足どうするとかいろいろ考えてる間私もあの楽しめたので、もしなんかね、あのそういう機会があれば、あの自分で作ってみるっていう選択肢を選んでもいいのかなと思いました。はい、それではサイバネティクスでした。